今回紹介するのは、愛人経営、瞑想から生まれた新ビジネスモデル、という本です。ホットヨーガスタジオ、ラバ、日本初のインドアサイクル専門スタジオ、フィールサイクル、漫画喫茶ゲラゲラなど、人気サービスを展開するベンチャーバンク、インキュベーションカンパニーとして、 新規事業を創出し続けるベンチャーバンクがスタートした戦略的分社経営愛人経営から愛人経営へとは何かその全貌を創業者が語る帯の著者の写真を見て確か10年くらい前にこの人の本を買ったことがあるなぁと思い購入してみたらやはり僕の会社に来なさいと同じ著者でした前作もそうだったのですが この手の本にありがちな俺ってすごいだろ K の成功端でもなく集客本でもないところに好感が持て一気に読めましたちょっと残念だったのは書き手が一人称著者なのか三人称なのか分かりにくいくだりがあったところでしょうか以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。